スリン駅は、太陽国東北部スリン県ムアンスリン郡にある、タイ国有鉄道東北線、南線の駅である。スリン駅は、太陽国東北部スリン県の県庁所在地で、人口26万人が暮らす、ムアンスリン郡に位置する。駅の正面側は南向きであり、町の中心部に位置する。クルンテープ駅より 419.75km 地点に位置し、 特急列車利用で6時間30分程度である。1日に30本の列車が発着しその内訳は、ディーゼル特急1往復、ディーゼル急行2往復、寝台急行1往復、快速5往復、普通6往復であり、うち1往復は当駅が、始発、終着である。1897年3月26日に、 大関 A 鉄道最初の区間が、クルンテープ駅あゆたや駅間に開業したが、それから、複数回に及ぶ延伸開業を、下手29年後の1926年5月1日に、当駅まで延長した。開業当初は、終着駅であったが、ちょうど1年後の1927年5月1日に、フワイタップタン駅まで延長され、中間駅となった。短式及び、 島式一面の複合型ホーム2面2線を持つ地上駅であり、駅舎はホームに面している。第67、68寝台急行列車が西日本旅客鉄道より譲渡された24系、寝台客車で運行されている。王国の鉄路大鉄道の歴史、P25、ありがとうございます。